待ってて、私の友達がすぐに見つけ出してくれるから。なんか頭がおかしくなったとか思われん？すごいアクロバティックな動きなんやけど、その動き必要？ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。さあ、ってことで、ちょ、そろそろカッパを探しに行きますか。じゃ、雨も降り出したし、よいしょ。なかったことにする。待って、こっちじゃない。だんだん坂にやってきてしまった。こっちだ、こっち。あ、なんかいろいろ落ちとるよ。ダンシングスター、何に使うんかいまいちよく分かってないけど。ウヨヨシの蒔絵やったね。ああ、すごい雨だから川の増水を見に来たんだ。ダメよ、そういう時には見に来ちゃ。待って、どこな、何、どれ、何何、勝手に始まった。やっぱり見間違いだったんじゃない？お皿が飛ぶなんてありえないよ。そんなことないって、本当に見たんだから。だってお皿がフラフラ飛ぶなんて宇宙人の仕業じゃありますし。もう信じてよ、ただの見間違いでしょ。それより昨日のテレビ見た？お、なんか話題変えられた。あれ、空飛ぶお皿ってまさかカッパじゃない？そのまさかですよ、アイナちゃん。なんで飛ばすの、お皿。妖怪も弱っているときは姿をうまく消せませんからね。人間に目撃されてしまったので、慌ててお皿を消したのでしょう。まだそのあたりにいるかもしれません。探してみましょう。弱ってるの？どうした？何があった？河川敷を妖怪レンズで調べよう。河川敷？妖怪の気配がする。めっちゃパシャパシャ言いよるよ。今、何か。この辺か。カッパじゃなくね？なんかズルズルズルやったよ、思いっきり。待って、ズルズルズルとかマジでどうでもいいんやけど。え、河川敷ってそこじゃないの？違うの？ね、河川敷って何？川じゃないの？何これ？釣り竿があれば釣りができそうだ。なるほど。なるほど。え、それだけ？このキラキラは普通になんか日が反射しよるってことなのか？ね、あの河川敷って何？あの、そこがよくわかっ、これ？なんか、ひまわりが揺れている。これや。なるほど。川ではなく河川敷ね。ヌガッパを見つけた。イエーイ。いたよ、いたよ。昔ながらのカッパじゃなくてヌガッパの方だよね。この妖怪はヌガッパ。カッパの妖怪です。ビス。なんかすごく疲れてない？あんたたち、俺が見えるっすか？一体何者っす？私はアイナ。どうしてそんなにフラフラなの？実は今度のカッパ水泳大会に向けて、この川で猛特訓してたっす。カッパ水泳大会、そんなんあるの？そしたら夢中になりすぎて、ご飯を食べるのを忘れてたっす。すごいな。絶対忘れんわ。お腹すいたな。魚とか食べたいっすね。お、釣り？でも釣り竿ないよ。魚とか食べたいっすね。でも俺、腹ペコで動けないっす。え、これは、取ってくれと言っているのか、魚を。誰かが釣ってきてくれたら、何でも言うこと聞いてあげるのにな。これ見よがしな。わかりやすいほどの要求ですね。アイナちゃん、どうします？でも、そんなこと言われても、私、釣り竿なんて持ってないよ。あれ？釣り竿があれば釣ってきてくれるんすか？お、持ってる？じゃあ自分でしろよ。じゃあ話は決まったっす。この釣り竿をあげるから、船を3匹ほど釣ってきてほしいっす。ほう。やったね、釣り竿ゲット。で、船を釣ってこいと。そうっすね。レア物はいらないっすよ。普通の船3匹がいいっす。船はこの河川敷で釣れるっすよ。よろしく頼んだっす。さっき泳ぎよったの船やったよね。頼み事をするつもりが頼まれてしまいましたね。よし。でも船を持ってきたら協力してくれるみたいだし、どうやらそのようです。早いところ船を釣って戻ってきましょう。よしよし。水辺のレンズが表示されるところで釣りができるようになった。やった、ヌガッパに船を3匹持っていこう。船、え、なんかでかいのおる。そっちが気になる私。
当たりで止めろ。はい、来たー。これ船やろ？船を釣り上げた。あれよ、こう見た目でもさ、熱盛しよったら若干、覚えてくるよね。ちょっとごめん、これが気になる。レア物なんかな、なんか難しそう。あー、これ通り過ぎたらいなくなる？まさかのいなくなった。これはなんかレア物じゃない気がするけんやめとこ。同じ場所やったら多分同じような感じなんよね。船あと2匹。全然違うんやけど。全然草むらやった。船。おらんね、船。いなーい。なんかこっちの方船いっぱいおらんかった？船。あ、これ船や、船。さあ、来い。あ、それも船か。ってことは、ここで揃う。あー！はぁ！逃がしてしまった、微妙に。くそー。来い。あー！もうちょっと行って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 、あー。お？何それ？そんな奇跡が起きたりするの？船を釣り上げた。ねえ、なんか、あからさまにめっちゃクイって動いたよね。これは違うね。あれ何？土壌かナマズか何か？よし。あ、これ船や。他はでかいの。あ、全部船やね。ああ、あのでかいのも欲しかったな。欲しくはいい。オッケー、楽勝。イエーイ。ふぅ。うん、あとは、もういないっすね。届けに行きましょう。のがっぱのがっぱ。よ。めっちゃお腹空いてるね。もう限界っす。早く魚が食べたいっす。きちんと釣ってきたわ。はい、これ。船を3匹手渡した。何に入れたんやろ。手づかみ。うまそうっす。いただくっす。ね。釣り竿だけあってもクーラーボックスが、おー、大胆。おー、見事な食べっぷり。よほどお腹が減っていたんですね。ありがとうっす。はぁ、美味しかった。本当は寿司とかの方が好きっすけど。マジで。人間にも親切な奴がいるなんて知らなかったっす。おかげさまで元気いっぱいっす。何かお礼するっす。カッパの恩返しっす。私、お行きが得意な妖怪を探しに来たの。どんこ駅で探し物をしたいんだけど、手伝ってくれる？なんだ、そんなことっすか。それくらい朝飯前っす。困ったことがあったらいつでも遠慮なく呼んでほしいっす。朝飯前って言ってもね、もう今ご飯食べたけど。よし、やった、友達。イエーイ。のがっぱと友達になった。かわいい。ニックネームはなしで。のがっぱの情報を妖怪大辞典に登録した。お、縦一列揃ったよ。イエーイ。やりましたね。頼もしい味方ができましたね、アイナちゃん。くまくんの探し物、見つかるといいな。くっすやー。さあ、それじゃあ早速、どんこ池に出発っす。大森山のどんこ池で指輪を探そう。あの、釣った魚っていうのは、何？体力回復に使うとかそういう感じ？生で食べるの？なんかいろいろと吹き出しが出とる人たちがおるけども。どんこ池を。なんか上にある、あれは？なんか別の方向から行かんといかんのか、危険。何？え、どこ？こっから入れん、え？あ、これか。クマ、おった。ねえ！クマくん。うん。アイナちゃん、こんなところに何しに来たんだ？指輪を探すの手伝いに来たの。大切なものなんでしょ？え？よっす！話は聞かせてもらったっす。指輪を見つければいいんですね。ちょっと待っててほしいっす。お、張り切ってるね、のがっぱ。なんだ今の水しぶき。あ、そっか。熊からは見えてないんよね、水しぶきしか。待ってて。私の友達がすぐに見つけ出してくれるから。なんか頭がおかしくなったとか思われん？すごいアクロバティックな動きなんやけど、その動き必要。なんだ何が起きてるんだ？やったっす。見つけたっす。急になんか水しぶきが大量に上がって指輪だけが浮かんできた感じ。さっきから池で暴れておるのはお前か。お？やっぱりボス。今すっげえ水しぶきだったぞ。マナーのないものにこの池で泳ぐ資格はない。
頭から生えとる釣り竿、この足がじきじきに成敗してくれるわ。のがっぱ、逃げて。そんな汗を垂らしてる場合ではない。釣られたローマルが現れた。釣られる側？プリチーのチーン。よし、行くぜ、ジバニャン。ニニン。回せ回せ回せ。行くぜ。待って、全然回ってない。頑張って。よっしゃ、チャージ完了。おや、いけるか。百裂肉球。何あれ、誰横にいるの。なんかよくわからんやつが、おった上に速攻でやっつけたんやけど。みんな頑張ろう。大量じゃ。大量やめてよ。ミンミン切り。どうや。ちょ、待って。ジミー行こう。待って、回すばっかりなんやけど。回せばっかりでちょっと、スティックがやられそうよ。いけ。またなんか来た。毎回違うタイプ。毎回違う種類。地味な一撃。あ、でもこれ、ジメリンボーはな、水タイプやけん。釣られたローマルはな、いかんような気がする。とりあえず、いけい。ジメリンシャワー。かわいおい。よし、不用心棒行こう。合わせろ。へい。よし。いっけー。ツンツン用心。どう？いい感じ？周りではなんかね、めっちゃやっつけるんだけども、待って。来た。違う！来たよ。よっしゃー。やったね。技オッケーよ。あ、ちょっと待って、撃て。全然見えてなかった。さあ。あ、やっつけたんじゃない？ちょっと必殺技でやっつけさせてよ。でもやったね。イエーイ。勝利。ねえ、地味な一発で仕留めたかったのに。お、いいね。みんなレベルアップ。水の指輪。セミマルが進化しそうだ。進化させますか。進化とかあったっけ、妖怪ウォッチに。ちょっと待って、そこからなんやけど。そんなポケモンみたいな仕様あった。え、セミマルは影マルに進化した。影マルやって。え、なに、初め、え、今までもあったっけ。待って、私の記憶にない。影マルの妖怪メダルを手に入れた。あ、でも一応あったか。あったはあったね。なんか、吹雪姫とかもあったもんね。武用人坊はガラーキン坊に進化した。武用人の上に次ガラーキンになるんダメやん。ちゃんとして。ちゃんとして、しっかりしよう。ガラーキン坊の妖怪メダルを手に入れた。なんでわしがこんな目に。この妖怪、どうやら噂のどんこ池の主のようですね。そう、わしこそこの池の主。そしてこの池は飛び込み禁止じゃ。飛び込んだりしたら、池に住んでいる魚たちが驚いてしまうじゃろう。心優しき妖怪なんやね。ごめんなさい。そうだったんだ。ごめんなさい。ごめんす。はしゃぎすぎたっす。まあね、余計な動きがめちゃくちゃあったもん。わかればよい。次から気をつけるんじゃぞ。ごめんね、おじさん。誰と話しよんってならん、これ。あいな、指輪、池の底の岩に引っかかってたぞ。母ちゃんの指輪を手に入れた。水の指輪は何やったんやろ。全然関係ない指輪。池の主が光物に釣れるというのは、ただの噂だったようですね。でもあれよね、池の主。え、池に入る必要なかったんじゃない、ふみちゃん、ちょっと。あいなちゃん、今のは何だったんだ。さあ、どんこ池の主かもね。それよりくまくん、これが探してた指輪じゃない？池に入る前から持っていたという意味のわからない。それ、どこで見つけたんだ？さっきの水しぶきと一緒に飛んできたんだ。そんな奇跡ある？見つかってよかったね。ふう、アイナちゃん、
可愛い上に優しいなんて。これで母ちゃんに謝れるぜ。よかったね。それズボンもぐしゃぐしゃやけん。早く帰って洗濯しな。なあ、一緒に母ちゃんに謝りに行ってくれよ。私が謝ることは何もない。頼む、見ててくれるだけでいいんだよ。心細くてさ。嫌じゃない、女の子の前で謝るとか。くまくんにこんな一面があったなんて。いいよ、一緒に行ってあげる。ん？瞬間的に移動したわ。どこなんこれ。あんた本当に私がいなくなっても大丈夫かい？心配するな。五郎太の面倒は任せとけ。あいつね、よーく言いっかせとくからな。すまないね。必要なことは書いておいたから。くまくんのお母さん、本当に遠くに行っちゃうんだ。いや、用事があって行くだけじゃね。母ちゃん。ね、しばらく家開けるだけみたいな感じやけど。五郎太、あんたどうしたんだい？びしょ濡れじゃないか。母ちゃんごめん。俺ちゃんと指輪探してきたんだ。安物の指輪としては大きさだね。確かに気に入っちゃいたけどさ。安物。この指輪は俺がお前に送った。やだね。何言ってるんだい？これは私が自分で買った指輪だよ。まさかあんた、自分で送った指輪がどうなったか忘れちまったのかい？あ、そういうこと。覚えとけよそこ。しょうがないね。父ちゃんにもらった指輪はいつも私がつけてるじゃないの。今度の同窓会にだってもちろんつけていくつもりだよ。結婚指輪とかってこと？それ以外？同窓会？留守番は任せたよ。え、そんな、なんか、せんといかんことみたいな、書いていくほどのもの？くまくんのお母さんが遠くに行っちゃうのって。同窓会のようですね。すぐに帰ってくるでしょう。それじゃあ、くまくんの勘違いだったんだね。よかったですね。真相が分かったら、また元気になってくれますよ。あれかな、歳を取れば取るほど同窓会は長くなるんかな。まあね。今の段階で私同窓会とかやったら多分1時間か2時間ぐらいで終わる気がする。1時間は短すぎるか。うん、よかった。半日も絶対開けんもんな。続く。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、Twitter フォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。あれってことは、え、どういうこと？指輪をなくしたこと自体はお母さんは、え、知っとった？知らんかった？お父さんだけがあんなに怒りよったんかな？よくわからねー。